ワンルームは2017年1月から3月まで放送された日本の短編テレビアニメ作品5分枠放送。同年4月から6月まで本作の女性向けバージョンとなるルームメイトも放送。2018年7月から9月まで第2期ワンルームセカンドシーズンが放送された。2020年10月からは第3期ワンルームサードシーズンが放送中。 スマイラルアニメーションが枕男子、兄トレシリーズに続いて送るバーチャルアニメ第3作。視聴者を主人公に据え、ワンルームではそれに恋する女子キャラクター3人が主人公の部屋を訪れるという設定、ルームメイトでは洋風マンションの管理人が3人の男性の田中を迎える設定とそれぞれなっている。作品の舞台のモデルとなっているのは 練馬区朝日川丘周辺で、西武鉄道エゴタ駅をモチーフにした駅が登場し、西武鉄道の車両も第1話に登場している。また、2017年8月25日に、ルームメイトの DVD が発売された。ルームメイトに関する、カテゴリー、ワンルームセカンドシーズンに関する、カテゴリー、ワンルームサードシーズンに関するカテゴリー、ありがとうございます。